はい、皆さんこんにちは、青木です。昨日一時的に3万ドルを割って、今日再度上昇してきたビットコインなんですが、昨日ビットコイン保有枚数1位のマイクロストラテジー社の、割らせないラインを、考察したので、今回はビットコイン保有機器企業が、買い込んでくる価格帯、あとテスラとイーロン・マスク CEO について考察していきたいと思います。まずはじめに、マイクロストラテジー社は現在まだビットコインに関しては平均取得単価が2万6000ドルなので含み益の状態ですね。テスラに関しては、テスラが保有するビットコインの時価は3月末時点から減少してきて、実質的な取得原価の13億ドルを下回っています。で、テスラはこれに関して、ビットコイン価格が実質的な取得原価を下回った場合、減損費用を認定する必要があり、どこかの時期の業績に悪影響を及ぼす可能性があるとの認識を示しています。売却する可能性もあると思ったんですが、これに関してイーロン・マスクがツイッターに、投稿していて、こんなコメントを残しています。テスラはダイヤモンドハンズを持っていると、ツイッターに投稿し、保有分を売却しないとのメッセージを発信しています。ダイヤモンドハンズは掲示板レディットでしばしば使われる言葉で、リスクの高い資産を果敢に持ち続けることを意味するとのこと。ロイターの記事では、押し目買い意欲も見受けられる一方、下落トレンドでアルト市場からの資金抜けが顕著となっており、底割れた場合はロスカットの連鎖も発生しうることから、現在及び腰になりがちな局面と言えそうだと、記事に書いてありますね。続いてコインポストの記事を見ていきます。コインポストの記事では、昨日の暴落からの反発に関し、押し目買い意欲も見受けられる一方、下落トレンドでアルト市場からの資金抜けが顕著となっており、底割れた場合はロスカットの連鎖も発生しうることから、このラインを割れると本格的な底抜けになると指摘しています。現時点ではテスラとマイクロストラテジー社はビットコインを売却していないとコメントを残しています。チャートを見ていくと、昨日マイクロストラテジー社がこの暴落手前の2万9000付近で購入、でテスラはすでに平均取得単価がマイナスに転じたので、もしかすると、この昨日の上げは、テスラが購入した可能性もあると思います。今の反発の目処としては、昨日言った3万6000ドル付近までの反発があると思います。そして、テスラが購入した価格が3万9000ドルなので、4万ドルを超えてくることがあれば、そこで大口が買い支える可能性もあると思います。でそこでビットコイン保有している、他の大企業、ビットコイン、保有枚数4位、スクエアとか3位のギャラクシー、デジタルホールディングがどう動いていくかだと思います。スクエアは去年10月に 4709BTC のビットコインを購入していて、さらに追加で今年2月に 3318BTC のビットコインを購入しています。合計 8027BTC を保有しています。そして平均取得単価が 51,235 ドルで、現在は含み損の状態。スクエア社の最高財務責任者のアムリタ・アフジェ氏は、これ以上ビットコインを買う予定はないとのことです。
続いてギャラクシーデジタルホールディングスが、16,402BTC を保有。直近で購入したマイクロストラテジー社と追加購入の意思がないと表明した、スクエア以外の企業に、注目ですね。昨日も言った通り36,000ドルがレジスタンスラインになってくるので、ここを超えてくることがあれば、別口の大企業のビットコイン購入の可能性が出てくると思います。今回私がチャート分析した仮想通貨はすべてバイナンス取引所で取引することができます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方はディープコイン取引所かバイビット取引所を使ってみてはどうでしょうか。ディープコイン取引所ではディープコインの取引を行うことができます。この2つの取引所は追い証がないのでトレード資金以上の損失を出すことはありません。なので素人の方にもおすすめできる取引所になっています。口座開設するだけで20ドルもらえるビットゲット取引所も追い証がなく、もらった20ドルで体験で取引ができ、勝てば利益としてもらえます。オーバービット取引所では毎日ログインボーナス、プレゼント付与で1000ポイント貯まればテザーかビットコインがもらえます。動画説明欄にリンクが貼ってあるので気になる方は登録してみてください。ツイッターの方でもリアルタイムでチャートのことを発信しているのでフォローお願いします。